休み中のところ失礼いたします。元須村村議会議員選挙立候補メンバー B メンバー B でございます。皆様、候補の B 中にぜひ選挙に一票をお願いいたします。皆さんの生活の向上、生活の向上、国民やり方の解放、この公約を直したっていうか、まあまあちょっと軽くメンテナンスしただけやけど、うん、ただな、長時間動かへんねん。1時間ぐらいするとちょっとポンピングしなあかん。それがどうなってるか、この間メンテナンスというか一応オイルとかさして、筋とかなんですか？筋トレなんですか？いや、これだけだから、まあ、タンクキャップが一番、うん、単に締め方が悪いとか、いや、その消えた時にタンクキャップを開けた時に、もしも自分で言うかやったらええやつけですね。ああ、言わへん。ああ、でも圧かけてへん。でもあれか、内圧がちょっと上がる。そうなの、ドイツで内圧が上がってるのに、ちょっとウェットティッシュもらっていい？ああ、全然。アルコール、アルコール残用やから、マナル食いたら熱ない。ヒリヒリする。はい、凍ってきた。凍ってきたんですか？うん、あ、ね、それも凍ってきた。わかりました。はい、そのままそれで戦うの。ほんまに喧嘩になります。この気持ちはちょっと。しかも米軍芝くん、こらこらはるばる海越えてきたはんやから、分からんけどな。なんかそれ抱いてね。すごい、なんか嬉しそうにしてます。名前つけてキャサリンって。チャーリーみたいになってる。ありえない。さっき公的はったときやっぱしっくりくんなって。いや、でも昔から僕はほんま気がええね、やっぱり。あの、年金もあんま言わないわ、今そこで言うやつは。それどういう意味やろ。ぬくもりがある。いや、というか、バランスが悪い。それね、ほんで巻き割りに使うの。いや、バドミングナイフで。あ、ほら。それで、まあ、バランスがない。ぬくもりの仕掛けはそうやつ。あとはこれ膝に挟んで手伝わせて、はっきり裏切られた。ちょっと DX でも見てこう。ピザなんか食ってる、まあ、腹パンパンやね。なんでですか。でもいっぱいあるよ。なんかチキンもあるよ。あ、いいランタン持ってるじゃないですか。えで、俺の方が古いからな。あ、それ何年ですか。これ59年。あ、そっちの方が強くない？こっちの方がちょっと輝いてるかも。もっと煽れば強くなる。ただ俺がサボって煽ってないだけで。いや、これな、このタイプのやつは煽っても変わんない。変わらへん。あの、どっちかいうとはあれちゃう、ボリュームちゃう、単なる。あの、熱で圧がある程度上がるから、ポンピングせんでも、静かわからへんな。でも静かやな、めちゃくちゃ静かやな。めっちゃ静かな、僕は。でもそのイメージじゃないですか、ランタンって。そう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 。
わしら火つけるときに一旦ブワーって燃え上がらすしな。うんですよね。これあんま火上がんない。だってもう下からやってるやろ。そう、あのここのタンクみたいなところ、向こうランタン祭りになってる。もうピクシー君が2個、誰かもう1個ぐらい出してたかな。全部で6個ぐらいあるはずやけど。ランタンいくつか売ってたんで、ちょっとあれね、これね、1個元じゃいいですよね。あの8ボール紹介で売ってたやつはええかもしれへん。一応メンテナンスしてあって3万円、うん、高いけど、いやこれは値打ちあるで。しかもコールマンかなんかね、うん、いやでも ここらはコールマン、これもコールマン。いや、ほんで一応メンテナンスしてさ、ちゃんと点火あのテストしてる言ってさかに、その辺はまあまあとりあえずは信用しても、うん、長い目で見たらちょいちょいそのメンテ的なことはしなあかんやもんな。慣れたら簡単みたいけど、俺も多くやさかに、うん、そうですよね。なんかなかなかやろうという気になれなんかちょっと息づき始めた。どんな買い物の仕方やよ。でもあれしか、あの SBI さんってデジカンも買うね。デジカン買 う, そう。いや今なんか調整してあとできたら連絡もらえる予定だったから、それしてもらえば。ちなみにうちあの1個コットもある、ね、コット8000円、安い、マジですか。まあ多少くたびれてるけどな。あ、でも1個売れてる。締めてるんですよ、取れないんですよ。あ、この前の年代の51年は分離、最初からくっつかない。でみんななくすもんだから、これがこれかしめになったんだけど、かしめがちょっとしか締めないから大体みんな取れてる。あ、僕のついてます。ついてる。あ、それは頑張ってる。頑張ってる。大体俺大体あれしたのは大体みんな取れてる。そうやった。それが普通やないんやでっていうことやな。これもね、多分一緒ぐらいの年代のコール。それ後からつけたんじゃん。クリじゃん。誰かと思ったよ。お芝居さん2人でランタンつけてて出てきた。帰れって。モンキーさんランタンメンテなんだよ。あ、そう。灯油とランタンのパーツそこにつけたんだよ。ね、あ、そう。なんかね、僕これヤフオクで買ったんですけど、動画がついてなんかピューってここに伸ばしてガスに入れて、うん、マッチで火つけて、これがベトナム戦争中とベトナム戦争前の映像、違いをちょっと見てください。
これ1951年ですから。これが取れちゃう。星村さん何年でしょ。これ59年。59年。11年。どんどん古くなって。どんどん古くなって。